衆議院選挙、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月31日日曜日、はい、今日はね定休日でしたけれども、昨日ね力尽きておりまして、座敷でね永眠しておりました。でまあ昼ぐらいまでくたばっておりまして、まあそこからね片付けして、仕入れに行って、で選挙にね行ってまいりました。はい、早かったですね、衆議院選挙、NHK の方ねつけてたら見てたら選挙速報ね見てたら一番最初に8時と同時に、林さんが一番最初にパッと出て、その次が安倍さんが出てみたいな感じでしたね。山口県がパンパンと出てきまして、あ、やっぱりなんか山口県はね、保守王国なんだなと思ってですね、まあ変わらずという感じですね。はい、でまあ予想はね結構波乱があって見ててね面白かったですね。辻元ね清美さんが、小選挙区でも落選で、比例でも復活ならずで、小沢一郎さんもね小選挙区で敗れて、比例で復活かな。で甘利さんも小選挙区でね、敗れて比例で復活と。で石原ね信輝さんかな、両方ダメと、小選挙区で負けて比例も復活ならずと。もうなんかねあの昔のね、朝まで生テレビとかに出てたような人たちとかね、昔の名前の方々が結構、ね落ちてるなというね印象を受けました。もうなんかね世代交代なのかなと。立憲民主党のね枝野さんも結構ギリギリでやばかったみたいですしね、なんかいろいろ動いたね、衆議院選挙でしたと。まあ山口県でいうと無風でしたね結局のところは。はい、で、このね選挙でどう変わるか、結局ね安定多数ね、自公というかね自民党単独でも、いけたということなんで、まあ自民党ね圧勝で、維新が、4倍ぐらいになったかな、3倍か4倍かな、なっておりましたので、まあそれで、まあ、憲法ね改正できる、人数がねまたさらに維新勢力足して、増えたという感じですかね。はい、まあでも直接的にね、じゃあ下関がねどう潤うのかなっていうね、ことを考えた時にね、まあ大して変わんないっていうのはね、まあ率直な感想というか、まあ実際にね利益をね受ける人っていうのはまああんまりいないんじゃないかなというような感じですよね。じゃあ劇的に下関のね景気がぐわーっとね良くなるわけでもないんでね、うん、なかなか実感しづらい感じがしますよね。そのね国全体のことをね、安倍元総理もね喋っておりましたけれども、じゃあ具体的にあの選挙区のね長門下関をどう発展させていくかっていう風なねそのミクロな、ことに関してはね、まあ、特に喋られてはねいなかったと感じましたので、まあそちらの方がまあ我々ね、下関に住んでる下々としましてはね、まあ、直接生活がね豊かになる実感っていうのはねあればいいなとね思うわけなんですけれどもね、まあ15年ね商売ここでねさせていただいておりますけれどもね、政治でじゃあ苦しくなることはあってもね、政治で商売が楽になったなってね感じるようになったことっていうのはねまあほとんどないですね。まあ唯一あったとしたら去年のねあの国民、全員ね配った10万円の時ぐらいかな、あの時は本当に景気がねうわーっと上向いてるなーっていうのをねこうなんか流れをねこう感じましたね。もうみんなお客さん常連さん地域の皆さんねみんな景気が良かったですからね、もう何買った、家電を買ったとかね、でまあ飲みに行ったとかあれ食べ行ったとかね、まあ、そういう景気のいい話がね多かったですよね。でまあ10万円なんでねもうみんな使い切ってましたよね、まあ、貯金もまあする人もいるでしょうけれども
大概ね、まあ大きい買い物して終わりとかね、いう人が多かったですよね。で、まあうちみたいなね、居酒屋にもそういうね、飲みに来てくださる方、羽振りがね、皆さんちょっと余裕がある感じでね、もう空気感がね、もう羽振りがいい感じのね、空気感をね、まとわれておりましたので、まあ、あの給付金ぐらいかなという感じですよね。まあ確かにコロナ禍でね、持続化給付金とか家賃支援給付金とかね、まあそういう、協力金とかでね、飲食店、多いね助けていただきましたけれども、じゃあその全体的な、まあ地域ね、地方、まあ、日本全体でもいいですけれども、こうぐわーっとね景気が良くなったなっていうね感じるようなことっていうのはね、まあなかったですね。はい、というわけでね、まあなんか実感ねできるようなね政策を打っていただけたらいいなとね、切に願っております。もう国全体っていうよりはね、もう本当に、我々ね、もう地方に住む人間からしたらですね、じゃあもうね、もう半径その何メートル以内、半径5メートル以内とかね、まあ、そんなちっちゃい範囲内でもね、このああ豊かになったなってね実感できるようになるのがね一番いいんじゃないかなと思いますのでね、まあなかなか国とか世界とかね、まあ今ね一番影響を受けてるのが、まあ、脱炭素、まあ SDGs とかね、まあそういうのにね思いっきり乗っかっちゃって。ね、ああいうのゆっくりやればいいのに、もうね、こうスピードが、早くね脱炭素やりますよと言った瞬間にね、もう原油高ですからね、まあなかなかね、正論というかね、まあ綺麗事というかね、まあそれだけやってもね生活が豊かになるわけではないですからね、逆に苦しくなるね、もう典型例だなとね思う昨今でございます。はい、まあそんなこんなでね、まあ、選挙は、まあまあ自民党自公でねまた、絶対多数ね、ゲットできておりますので、まあ変わらずという感じですかね。はい、まあそれでね、11月になりますけれども、まあ昼のねお弁当の方、まあ本当に原材料だからね、進んでおりますので、もうちょっとねこれはもう耐えきれないレベルまでね上がってきているので、申し訳ないですけれども、価格転嫁ねさせていただいて、550円でね販売してた税込み550円で販売してた鶏まん弁当を、税込みのね600円とさせていただきます。で、11月ですけれどもね、まあ今んとこね、時短解除、緊急事態宣言解除になってね約1ヶ月過ぎましたけれども、1ヶ月経ってもね、感染者数ね、減って、まあ本当に増えるね、リバウンドの兆候もなしということなんで、もしかしたらですね、11月普通にこのまま商売ができるかなという可能性もね、出てきましたので、もうないかなと思ってましたからね、当初の予定だと、予定というかね、予想だともう11月の、ね、中頃からまたね増え出して、年末もね潰れて、まあ、去年と同じ感じになるかなと思ってたんですけれどもね、思いのほか、少ないんで、これも意外といけるかなと、思ってみたりしますので、ちょっとね11月何事もなければね売り上げ作れそうかなとね、まあ、選挙も終わりましたからね、10月はね選挙2週間、長かったですね。まあちょっとね平日は本当にボロボロだったので、週末だけだったんでね、11月はまあ平日もちょっとね戻りがあればいいなということで、まあ10月よりはねいい、まあ環境で商売ができるかなという感じですね。まああとは、昨日のね動画でもちょっと喋りましたけれども、まあ現状ねコロナ禍のまあ感染予防モードで店をね運営しておりますので、感染対策を行った上でね営業しておりますので、まあ席数もね削っておりますので、
じゃあ満席になったところで、もう削ったね席数分の売り上げがね削られてるんで、まあ結局のところ7マックスでもね7割8割、ぐらいしかいかないということなんで、まあ、まあそれを補填する意味でも、まだまだねあの昼のねお弁当は継続していくしかないなという感じですよね。まあだからいつになったらねこの何も気にせずにね、本当のフルスペックで営業ができるかなっていう感じですよね。もともとね飲食店っていうのは、まあ、そんなにね、利益がねあるわけではないので、もともとの上限をね売上のマックスを、2、3割を削られた状態で営業するっていうのはねまあまあな自利品ですので、まあこれがずっと続くとですね、まあなかなかきついなと。まあ夜だけね、夜の営業のみをやってるところっていうのはね、単純にもう、商売をねやってる時点で 2,3 割ね、削られた状態でスタートするわけなので、売り上げをね、なのでまあそっからね利益をまた出そうかなと思うとですね、で原材料費も上がってますからね、まあ、その価格転嫁もなかなかね、できづらいね、情勢ですから、まあそうなるとですねどんどん残る利益がね減っていくだけなので、まあなかなか先行きまあ時短が明けてねよし今からやねとなったところでね選挙ありまして、でさらにまあね安心安全のねあの感染症対策をね県の指導のもと、ほぼね全店舗多分やってる、もうね電話でかかってきてましたからね、やってないとこに片っ端から、電話かけたりとかね、まあ、そういうお知らせ等をやってたので、まあ、当初ね対応できない店の方が多いんじゃないかなと思ってたんですけれども、もう全部にやらせるぐらいの勢いでね、やってたみたいなんで、まあ言ってみたらね山口県の、まあ、それに、まあ、従うところであればですね、まあほぼ 100% に近いレベルで、まあ、みんなねそれに参加するでしょうから、山口県ね、まあ、全国どこでもそうかもしれないですけれども、売上の、コロナ以前のね売上の、2、3割減からのスタート、上限が 2、3割減、7割8割しか売上はねマックスで稼げない状態のお店になっているという現状ですね。はい、まあどうするかねという感じですよね。まあそこで、まあ、コロナ禍をね今まで頑張って生き抜いてきたのが、うちでいうと足し算のね経営ということで、まあ、昼と夜でね、夜足らなかったら昼稼いでそれをねちょっとでも補填して売り上げを作るというやり方をやっておりますけれども、まあ、これもね体力勝負なんで、もう先月、まあ、今月でね結構、体がね、行かれておりましたんでね、これをずっとするのはね、これをねあと 2,3 年やれって言われたらね多分倒れてると思いますのでね、これをいつまでねこの感染席数を削った、営業っていうのをねいつまでやらないといけないのかなというのを、まあ完全にねコロナが、まあ、ただの風邪レベルまでねインフルエンザと同じぐらいまでね、ならないと元には戻れないと思いますけれども、元にね戻らなければまあ今からね厳しくなる飲食店も増えてくるでしょうということですね。まあよそのね地域はその協力金とかでねだいぶ、潤ってるところもあるかもしれないですけれども、まあことね山口県下関だけでね考えると、まあ、決してそれで潤ってるかって言ったらね、まあ、そんなにね、わー儲かりましたねっていうようなね状況ではないですし、まあよそのねこの間お客さんと話しててね、まあミュージシャンですよね、でライブをやると、でもう、何本か半分ぐらいしか入れられないのかな、もうその時点でねやるのを決めてる時点でもう大赤字らしいんで大変やなぁと、
ね、少々グッズが売れてもね、ペイできないと、もう鼻から赤字だけどやるという感じらしいんでね、うわ、まあ、ファンは嬉しいですけどね、まあ、なかなか、ね、そっちの運営する方、ね、を考えるとかなり厳しいね環境だなと、なりますね。だからいつまでもその状況でねできるわけじゃないので、まあどこのね業界も、まあそういうイベント関係がね特に一番、分かりやすいでしょうけどね、もう本当に半分なら半分でね、黒字になるわけないですからね。でまあ飲食店に関しても、7割8割ぐらいの売り上げだと、もともとのね利益が 10%20% もないでしょうからね、いきなり売り上げの方がね 2,3 割削られた状態からスタートだと厳しくなるなという感じですね。はい、まあというわけで、まあ、結局はねまだまだ、厳しい環境はね続きますよと、なかなか、まあ、飲食店がねヒャッハーとねできるような、環境ではないというのはね、なかなか厳しいね、状態が続いておりますという感じですね。でまあ、忘年会っていうのはね、まあ、大きいおべ、まあ、あの忘年会っていうのはまあないでしょうから、まあ、こじんまりしたね本当の仲間うちのね、まあ小規模の飲み会 3、4人ぐらいのね飲み会っていうのが主流になってくると思いますので、まあそういうね、ご予約をね何件いただけるかなというのが、まあ年末ね笑って大晦日ねお正月を迎えられるかどうかですね。はい、というわけで、まだまだね、厳しさは続きますけれども、なんとかね頑張っていきたいと思います。まあ10月よりはね11月の方がまだ、大腸マシになるような気がしますので、頑張っていきたいと思います。なんとか、貯金作ってね年越したいなと思いますので、皆様ねご予約の方もお待ちしております。デラジ3232169まで、よろしくお願いいたします。チャンネル登録の方が273人高止まりとなっておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。